デジタルモンスター。デジタルモンスターは、1996年より、ウィズ企画、原案、1997年6月26日をて、ガングメーカーバンダイが発売した、携帯育成ゲームと、その派生作品、およびそれに登場するキャラクターの名称。略称は、デジモン。1997年6月26日に、モンスターを育てる携帯ゲーム。 デジタルモンスターの第一弾を発売。バンダイの商品で、すでに成功していた育成ゲームたまごっちに、バトル要素を加えた、男の子向けの、戦うたまごっちをコンセプトとした。発売後、すぐに、大ヒットとはならなかったが、皇族のシリーズがリリースされていった結果、小中学生を中心に徐々に知名度と人気は、コー日本全国の都市圏で、デジモンキーやボルケーの歌を司会者とする。 DE-1 グランプリという公式大会も開かれた。携帯ゲーム以外でもデジモンワールドシリーズを筆頭とするビデオゲームやトレーディングカードゲーム、漫画等が次々とリリース。また、1999年にアニメ化、放送を開始した第一弾のアニメ、デジモンアドベンチャーが大好評を博し、米国をはじめとする海外でもヒットするなど、 メディアミックス戦略がこうなしてデジタルモンスターはキャラクターとしてその地位を一気に高めた。携帯ゲームをはじめとするデジタルモンスターシリーズには全オリジナルシリーズ共通のバックボーンとなる世界観が用意されておりイメージラストや専門用語も数多く存在する。ただしアニメシリーズやそのタイアップであるゲームにおいては独自の世界観を用いて展開している場合が多い。 現在でも新シリーズが登場し続けており、競技ではデジモンでないデジモン、デリーパー、デクスモンなど、同名だが、色やデザインが異なるデジモン、他のデジモンの設定分のみに前が登場するデジモン、ゲームのみに登場する、既存のデジモンと設定が若干異なるデジモン、公募で採用はされたが、イラスト等は全く存在しないデジモン、デクロスによる強化形態。 アニメや漫画のみの一時的な強化形態などの存在もあるため正確な数の把握は困難である。公式が公式のデジモンとしてカウントしているデジモン数は2014年7月時点では900体以上だと研究されている。キャラクターデザインの大部分はウィズのチーフデザイナーである渡辺賢治を中心とし、ボルケーの太田、北川玄馬の3人で行っている。また、 カードゲームの企画において様々なイラストレーターがイラストを描いたが、その中からガンダム冒頭で知られるアズ・マリアとナオヤが前述の3人に加わり公式イラストを手掛けたことある。コピーライトには擬人名称、ハウスネームである本郷昭吉という名が用いられている。名前の由来はウィズとバンダイに所属する人物の名前を合わせたものである。 近未来に突如発生したデジタル生命体を捕獲し、キーホルダーサイズの機械の中で育成するというのが、大元の設定である。また、関連掲載紙や攻略本等に記載されている核デジモニア、舞台背景の名文において、研究者の活躍や、その他の組織、人物についての説明がされている。ハッカーが、コンピュータ上で、サイバーテロを行うために、 人工知能を備えさせたウイルスを広めたことがデジモンの始まりで、そのウイルスが世界中のデータを吸収して姿や性質を変え生物のようなのとなったものがデジモンである。パソコン上でデジモンキャプチャーというソフトを用いてデジタルワールドを移し野生のデジモンを探すこととなる。発見したデジモンはデジモンローダーというソフトの中に捕獲され、 デジタマの状態でデジタルモンスター本体に移されることにより持ち歩き、いつでも対戦を行うことができるようになった。テーマをはじめとする様々な利用者、ネットワーカーが存在している。各デジモン個体の詳細はデジモン一覧を参照。デジタルモンスターはデジタルワールドと呼ばれるコンピュータネットワーク上の疑似電脳空間に生息する人工知能を持った。 架空の生命体である。様々な属性や世代に分かれており、現実の世界に存在する動植物、機械、人型や突然変異等を模した多様な種族が存在する。架で自問の個体に関してはオリジナルとしての基本の設定が存在しおり、アニメ作品に登場させる際に意図的に改変をする場合がある。また、アニメ作品の主役として新たに作られた。 デジモンにおいても同様であり、改変により、基本の設定と異なる設定となる場がある。これらの改変された設定は一部が、アニメ作品を主題としたムック形式の図鑑等に、オリジナルである基本の設定と一緒に掲載される、ことがあり、アニメ作品と関連性のない図鑑と見比べてみる、ことが必要である。デジタルワールドに存在する、様々な集団を記載する。 公式設定上のデジタルワールドには全ての軍団、勢力が存在している、もしくは存在していたことになっているが、ゲーム、アニメ、漫画での設定上のデジタルワールドでは、これらの集団のいずれかがいない設定であることも多い。デジモン商品はオリジナルの設定をバックボーンとする独自展開を行っているオリジナル商品とアニメ作品とのタイアップである、 アニメーション商品の二つに大きく分けることができる。また、両者双方に関連した内容を含む、その他の商品も存在する。デジモンの原点である、ハイパーインタラクティブバトルシミュレーターの流れを組む、携帯ゲーム。食事や、トレーニングなどの世話を行い、様々なモンスターへ、進化させていくゲーム。プレミアムバンダイの通販商品、株式会社ウィズでは、 これらをまとめて、アニメーション商品と呼んでいる。アニメの主人公達が所持する PDA のような機械、デジバイスを再現した玩具。SF 小説作品のようなストーリーが、デジモンの情報を掲載している雑誌や、販売店公用ポスター等のカードゲームの広告等に、掲載された。アニメ作品の展開に合わせて、カードゲームの新しいブースターパックを発売するたびに、 世界観をわかりやすくするフレーバーとして、ストーリーを広告内にて次々に発表していった。また、アニメ作品の内容とは異なったストーリーが展開していた。これらは、オリジナルの設定を基盤としているため、最も原作の世界観に近く沿ったフィクションであると、言える。また、デジモンクロニクルとして、携帯機械説書による漫画とカードゲームの広告用ストーリーの両方で展開された。 カードゲーム自体にも短いストーリーがフレーバーとして書かれたものがありする。前作とも東映アニメーションが制作。第5作まではフジテレビ系日曜朝く字枠で通算253回放送された。基本的に4月1週目に開始し、3月4週目に終了という1年1作のスタンスをとっていた。デジタルモンスター X エボリューションは2005年1月に sp 放送された。第6作はテレビ朝日系に遺跡。放送開始は7月第1週で、当初はシリーズ初の火曜でなおかつゴールデンタイムでのレギュラーうだったが、9ヶ月で日曜、早朝に移動。これを機におおむね半年ごとに、いくつかの機に分けられる長期シリーズとなっている。第7作はテレビ東京系に遺跡。放送開始は10月の第1週で、 シリーズ初の土曜でのレギュラー放送になった。また、タイトルにデジモンを関してはいるが、従来のデジモンは一切登場せず、それに代わるものとして、アプリケーションソフトから生まれた、アプリモンスター、略称は、アプモンが登場する。ただし、データカードダスは、第3弾、2017年3月16日稼働、から、従来のジモンも登場する仕様になった。また、アグモンは、 プレミアムレアのアップモンチップとして、ガッチモンとのペアで登場しているだけでなく、旧作ゲーム、デジモンユニバースの登場キャラと手の設定で2017年8月12日放送分、第45話の本編に登場し、ワープ進化対応グレーモンも披露。グローブモンとのタックバトルも見せた。一概には言えないが、TV シリーズはデジタルモンスターには設定としての原作は存在する。 ものの、ストーリーとしての原作が存在せず、アニメの制作者の意図が反映されやすく挑戦作、意欲作的スタンスになりやすい。構図としては、特定のデジモンを人間一人に対して一体のパートナーと言うべき存在として配置し、また主要キャラは現実世界の問題を反映した普通の小中学生である。デジタルワールドやデジタルモンスターは近代における 電子機器や精密機械の発展や進む情報化社会化と絡め、リアルワールドでのネットワークの発展に伴って自然に生まれたことにっており、人間とデジモンとの間に特殊な関係が形成されている。よって人間側の精神や感情の高ぶりによってデジモンが進化される描写がある。場合によってはデジタルワールドリアルワールド以外の世界も存在し、 物語に強い影響を与えることもある。他、全作品において、デジモンを知らない人間たちは、リアルワールドに現れて暴れ回るデジモンたちを、怪獣、モンスターと呼んでいる。または、人間の形に近いデジモンを、コスプレと間違われたこともある。なお、一作目から四作目までは一年ごとに、同じテレビ局で放送されたため、四部作と言われている。 第5作までは TY エンタテインメント、第4作までは NEC インターチャネル名義、第5作ではインデックスミュージック名義が一貫して音楽制作を手掛け、主題歌を含め CD はすべて同社からの発売となっている。各作品ごとにサウンドトラックアルバムやソングコレクション、ドラマ CD などが制作されたほか、シリーズをまたいでのオムニバス形式によるアルバムも制作されている。 また、第4作までは、有沢隆則が全作品の劇ともを作曲しており、第2作以降は、9作からの流用も行われている。なお、第5作は、奥掲一に交代している。第6作は、日本コロンビア。放送期間中に、コロンビアミュージックエンタテインメントから、社名変更が、音楽制作を手掛け、挿入歌とサウンドトラックアルバムは、同社から発売されたが、主題歌は、 他社のアーティストが起用され、それぞれのアーティストの所属レーベルから発売された。劇ともは山下康介が担当している。第7作は、ワーナーミュージックジャパンが音楽制作を手掛け、同社からキャラクターソングオリジナルサウンドトラックアルバムが発売されたが、主題歌については、第6作同様、それぞれのアーティストの所属レーベルから発売されている。 激ともは中川幸太郎が担当している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。